もう定劇終わったらハイハイとか発表されててめちゃめちゃびっくりしてます。ハイハイのピアーリにごごきちゃんがつくと思ってるのでちょっとピアーリに絶対行きたいです。ハイハイの方が先なんだっていうびっくりもある。うちの定劇もまたいつもと違う感じで、なんか出番がない時間もあるけど、まあ、普通に他のグループのこと知らないわけじゃないから楽しめました。楽しかったです。なんか結構美少年最近ゴリゴリ系の曲とかよくやるけど、まあ、キラキラ系が多くてちょっと嬉しかったです。あとなんかめちゃめちゃ少年たち感がすごすぎて、私が大好きな時の彼方の入りの部分とかもなんかめちゃめちゃ同じだったし、曲使われてる曲もめちゃめちゃ少年たちの曲が多くて、なんかすごい10月の少年たちめっちゃこじらせてたからちょっと嬉しかったです。優しくん成人おめでとうございます。成人式についてはなんか新成人おめでとうございますみたいなのを2回ぐらい言ってましたね。まあ、ちょっとほんの少しだけ期待してた部分があったのでそこはちょっと残念ではあるんですけど、まあまあまあ楽しかったんでよしとします。